夜のオーデカメインパーソナリティを紹介しましょう。ここの皆さんです。ここ編っていうのなんか変だな。みんなでここ編ね。今日はですね、なんつうんですか、11時からオーデカ聞いた人はですね、なんでと思ってるかもしれませんけれども、思い起こせばこのコーナーですよ。はい、ね、今年の2月ですよ。そうですね、話長くなるんでこの辺で省きますけれどもね、まあ、今夜のオーデカは個々のものということで、で、ベースボールクイズもですね、個々の問題。はい、だから今日はあれなんですよ、いつもはココが来て大暴れして賞金を持ってきますけれども、私はどうにか賞金をセーブしようとしている逆の立場だから、はい、ココはお目付け役、ね、お目付け役だから、こんなもんでも分かんないのなんてリスナー怒りながらですね、はい、ベースボールクイズの方やってください、はいはい。じゃあリスナーの方は私から紹介させてもらいたいと思うんですが、はい、1人目は男子、俺はココについて真髄を極めた男と言える、ここに宣言する、9点のうち1点でも逃した場合は全額賞金を伊集院にあげる。これはすごい意気込みだな、うん、ちょっとでも難しいよ、難しいよ、だって瀬野さん言ってたもんね、うん、瀬野さん分かんないのもあんねん。私たちもでも分かんなかった、ね、あれって思っちゃった、ね、ここ全体の問題は割と分かるんだけど、一人ずつ分かんない、そうそう、ね、難しいよ、難しいよ。ちょっと呼んでみるかね、葛飾区の石津大輔16歳は都立足立工業高等学校、もし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 石津、すごい、すごいな、9点のうち1点でも逃した場合は全額賞金をくれる。ああ、もう、できるんですよ。本当にいい？いいですよ。すごいな。でもね、やっぱ俺のケツ丸出しの写真と取っかえませんか？ちょっと今、ちょっとね、ビビってます。ビビってます。いや、全然。本当？はい。じゃあさ、9点のうち1点でも逃したら、はい、半分ここにあげるってどう？ああ、いいですよ。よかったです。そっちに渡すから。全部ホームランで行こうか。全部ホームランで。難しいんだけどね、ちょっとね。どうしよう、選ぶのは石津がやる、ココがやる。ああ、ココがやっていいですよ。おお。これは予想外のハプニングですね。じゃあ、うん、選ぶのは三浦さんから順番にココの方がやってください。はい、ね、それじゃあ石津行くよ。いいですよ。石津大輔がチャレンジするココのスーパーマニアックザベースボールクイズ。はい、1番三浦さん。これ1。これ2塁だ。2塁だ。これ二塁打の問題。ここのメンバーの、月で、年代は関係なしで一番早い月に生まれてるのは誰？生年月日あるでしょ、生年月日。その月で一番早い月。山井さん。さあノーアウトランナー二塁は2番瀬野さん。ヒット。ココのデビューシングルイコールロマンスはテレビアニメのエンディングテーマとして使われていますが、使われていましたが、そのアニメのタイトルは？すでに半額ココのものは決定。ワンアウトランナー二塁は第3問。そうだな、じゃあ二塁だ。三浦理恵子ちゃんが初出演したドラマ寺内貫太郎一家で、理恵子ちゃんが演じた寺内家で働くお手伝いさんの役名は何？さあ困ってる。よくある名前だよ。よくある名前。ありがちな名前。あっちゃん。ついた。ああショック。ショック。三浦さんの下を見て食べ食べと泣いている。ツーアウトランナーは二塁です。4番宮前さん。そうだったらホームラン。瀬野和田ちゃんが。難しいんだ。デビューシングルもう泣かないでのプロモーションビデオを撮影したのはどこ？よく行きがちだよ、ね、さあ空気のいいところ、山沢高原、高原だよ、軽井沢、違うよ。いやー、ここの皆さん、おかしいな、これはね、石津、はい、思ったより難しかったろ。めちゃくちゃ難しいっすよ。めちゃくちゃ難しいだろ。難しいって他のやつとかやったら全然わかんないと思う、きっと。この一人目の問題でこれ私わかんなかったって三浦さんある？例えばこの問題わかんないよっていうの。私わかる。バイバイ。わかる。私はわかるもん。ねえ。間違えた。これ悔しかったな。三浦理恵子ちゃんが初出演したドラマ寺内貫太郎一家で、理恵子ちゃんが演じた寺内家で働くお手伝いさんの役名は、三浦さん何ですか？伊藤美津子です。なあ、もうおいおい石津、分かんないよね、石津大輔、ね、はい、もう三浦さんの顔が曇ってたもん。クシュンっていう顔になってたもん。愛嬌ですよ。愛嬌じゃないよ本当に。瀬野さんがデビューシングルもう泣かないでのプロモーションビデオを撮影したのは、これはどこですか？伊豆高原です。これ覚えてましたか？
あ、私はこれ分かりますけどね、うん、みんな分かんない、誰も知らない、みんな知らなかった。それからですね、これ、デビューシングルイコールロマンス、テレビアニメのエンディングテーマとして使われていましたが、そのタイトルは、これは結構知ってるよ、俺も知ってたもんこれ、ランマ2分の1。え、見てませんよ、そんなもん。石津、はい、もうみんなを悲しみに暮れさせた罪は重いんで、ええ、ね、ケツ出し写真でも送ってくれ。わかりました。どうもありがとう。、はい、ありがとう。でも難しいって。難しいね、これ。相当難しいって。釣りも難しいよ。難しいの。だって一人目の問題でもさ、今年大磯ロングビーチ室内プールで行われたドキ丸ごと水着、丸ごと水着女だけの水泳大会で、羽田さん、三浦さん、瀬野さんが取った賞をそれぞれ全部わかんないよな。しくもしょ、私なんだっけ、私なんだっけって言ってるもんな。主勲章だったの瀬野さんは。あ、そうですか、ね。じゃあ続いて女の子、群馬県前橋市は、海瀬香織ちゃん、群馬女子短期大学附属高校と。伊集院さん、ここの皆さん、こんばんは。こんばんは。あ、これ順番逆だね、メインがここだからね。ここの皆さん、伊集院さん、こんばんは。一生懸命書いてますと。あ、武道館も行くぴょーんなんて書いたね。もしもし。もしもし。海瀬さん。はい。どう、こんばんは。一人目聞いてどうだった？あ、全部わかりました。おー。すごい。あ、じゃあ今日大丈夫だ。大丈夫だ。これはいつでしょう。ね、じゃあ香織ちゃんはどうする？自分で選ぶ？ココの皆さんにやってもらいます。そうなんだ、基本的にはココの皆さんが選んだ方が問題見てる分だけ得なんだよな。、はい、それじゃあココのみんなに選んでもらうんで、はい、ね、なんかみんなの方からちょっと質問とかないですか、かおりちゃんに。大体わかります？なんかね、最初の頃のこととか。ああ、もうわかります。頼もしいです。細かくわかる、ね、うん、細かくわかる。そうだな、それが一番だな。だ、ね、結構細かいんだよね。細かい細かいね。かおりちゃん、はい、もうココのファンはどれぐらいやってんの？もう3年、これじゃ3年間してるから。まるまるだね。じゃあ頑張ってね。はい。いくよ。はい。海瀬香織ちゃんがチャレンジする、ココのスーパーマニアックザ・ベースボールクイズ。はい。第1問。三浦さん。ヒット。ココがデビューしたのは89年の9月6日ですが、この日は何曜日だった？金曜日。え、金曜日。あ、ワンアウトランナーなしは2番瀬野さん。ですね、ヒット。今度5月17日にここがコンサートを行う会場はどこ？武道館。あー、OK、ランナー1塁です。ワンアウトランナー1塁は3番大野さん。じゃあね、ホームラン大丈夫かな。ココ恋は大騒ぎの中でハガキが紹介された人にプレゼントされる商品は、今年の4月から何から何に変わったでしょう？そう、前はセットから、うん、缶豚コンテンツ。2点入ってワンアウトは4番宮前さん。ヒット。宮前真希ちゃんが中学の時入っていた部活は何？テニス部。くるくるくる、すごいね。ワンアウトランナー1塁は初登場5番の原田さん。ホームラン。リエコちゃんは去年の12月19日芝メルパルクホールで行われたソロコンサートで松田聖子さんの曲を2曲歌いましたが、そのタイトルは何と何？秘密の花園と、うん、あとハートのイヤリング。アーチはすでに4点入ってランナーなくなりました。ワンアウト。6番は三浦さん。大丈夫でも、じゃあヒット、ヒット。ここに上がってますね、皆さん。さあ、ヒットの問題です。ここのシングル、ニュースな未来は何枚目？数えて6枚目。さあ、ランナー1塁は7番瀬野さん。ヒット。ここの2冊目の写真集のタイトルは何？夏メモリー。これはまだ行くよ。1塁2塁はワンアウト。の8番は大野さん。どうしたらいい？何？みんな止まっている。ワンアウトランナー1塁2塁。じゃあ2塁だ。大野美希夫ちゃんの問題。大野美希夫ちゃんが小学校の5年生の時に始めたスポーツといえば何？バスケット。おー、さあ2塁3塁、サムライナーは2塁3塁に残っています。2塁ならば2点入る。ホームラン。
3点入る、ヒットだったら1点入る。第9問は宮前さん、思い切ってホームラン頑張れ。ココ恋は大騒ぎで、今年のお正月に行われた羽子板大会で優勝した宮前真希ちゃんがもらった優勝商品は何だった？羽子板。マキちゃんもらったなんだっけ？スチームアイロン。スチームアイロンもらったんだっけ、うん、なあ。これなんだかんだで何点入った？何点入った？6点。6点入ってる？5点入ってる？どっちかだよね。5点だね、ごめん。5点。25,000円。すごいよでも。これはすごいよ。さっきの時にさ、三浦理子ちゃんがちょっとグスンとしたけどさ、これなんか三浦理子ちゃんが去年の12月19日島メルパルゴールドを行われたコンサートで松田聖子さんの曲を2曲歌いましたが、タイトルはなんと何スパンと言ったもんね。すごい嬉しかった。どうもありがとう。いや、もしもし。はい。すごいよ。ありがとうございます。2万5000円何に使う？やっぱ17日の武道館のコンサートの、うん、あのココグッズとか買います。ありがとう。ねえ、ここの皆さんからも何かあればねえ。ごめんなさい、ホームラン。プレッシャーに感じてる。でもこれからもね、ずっと応援してほしいね。ねえ。どうもありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。失礼します。すごいや、またこの問題の難しさ。そうそう、すごい。結構細かいですよね。大野美京ちゃんはお裁縫が結構得意だそうですが、幼稚園の時ボタンの付け方は誰に教わったでしょう。答えはおばあちゃん。そんなの知らないよ。でも私に載ってましたからね、きちんと読んでてくれれば。だってこれなんか、羽田絵梨花ちゃんは小学校の時たくさんの習い事をしていたそうですが、その中から4つを挙げなさい。絶対わかんないな、これは。4個、おこと水泳、書道、お絵描き、そろばん、塾。これ4個なんか無理だよね。すごかった、本当に拍手を送りたいね。それではここで、今日ですね、丸ごとここスペシャルはですね、ここの曲が全部かかります。じゃあこの曲の方、曲紹介お願いします。素敵の理由聞いてください。はい、どうぞ。